中央アメリカ連邦共和国、中央アメリカ連邦共和国、中央アメリカ連邦共和国は1823年から1839年まで中央アメリカに存在した国家。独立当初の首都はグアテマラ市。1834年にサンサルバドルに選都。この国家はアメリカ合衆国をモデルとして建国された。 1823年から1824年の間という名称だったが、1824年から中央アメリカ連邦共和国という名称で呼ばれている。英語ではしばしば United States of Central, アメリカと呼ばれる。中央アメリカ連邦共和国は、スペイン植民地時代に中央アメリカにおけるヌエバ・エスパーニャン副王領の開業制組織だったを構成していた。 グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカから構成され、独立に際してチアパスのみはメキシコに帰属することを選択した。1830年代に第6の構成国、ロスアルトスが加わった。ロスアルトスの首都は、ケツアルテナンゴ、ゲングアテマラ領であった。ロスアルトスは、現在のグアテマラの西部と、メキシコのチアパス州を占めていた。 1838年から1840年に内戦があり、連邦はそのために崩壊した。1808年にフランス帝国のナポレオン・ボナパルトがスペインに侵攻し、ナポレオンはボルボン朝のフェルナンド7世を退けて、兄のジョゼフ・ボナパルトをスペインを補正一世とした。これに反対する民衆暴動が契機となって、スペイン独立戦争が勃発。 イスパのアメリカのインディアス植民地は義王への忠誠を拒否し、フェルナンド7世への忠誠を唱えて、クリオジョによるペニンラールから権力の奪取を図り、各地で自治運動が繰り広げられた。中央アメリカでもこのような自治への動きは存在したが、結局広範な運動にはならず、独立運動にもつながらなかった。1820年にスペイン本国でリエゴ革命が起こり、 自由主義憲法が復活すると、かつて、ミゲルイダルゴや、ホセマリアモレーロスの反乱を鎮圧したメヒコ氏の、王党派や保守派のクリオージョが反ユ主義憲法を唱えて、独立の動きが進み、1821年に、アグスティン・レイ・トゥルビデオ主犯として、独立を達成した。これを受けて、中央アメリカでも保守派のクリオージョによって、独立運動が進み、 同年グアテマラ総監のが独立を宣言した。1822年にイトゥルビデは、こうして独立した中央アメリカをメキシコに併合し、皇帝に即位してメキシコ帝国の成立を宣言した。しかし、1823年にイトゥルビデが失脚すると、中央アメリカのチアパスを除いた旧グアテマラ総監領だった地域は改めて独立を宣言し、 中央アメリカ諸州連合が成立した。1824年1月には憲法が制定され、5州からなる中央アメリカ連邦共和国に改組された。1825年にエルサルバドルの自由主義者が初代大統領に選出されたが、このために保守主義のグアテマラと自由主義のエルサルバドル、ホンジュラスとの対立が強まり、内戦が勃発した。 内戦は1829年に自由主義派の勝利で終結したため、1830年にホンジュラス出身の自由主義者、フランシスコ・モラさんが大統領に就任した。モラさんはグアテマラ大司教の追放や教会財産の没収など自由主義的な政策を行い、1834年に首都も保守主義派の画像だったグアテマラ氏から、 自由主義派の画像だったサンサルバドルに戦とする1837年にグアテマラで発生したコレラが流行すると保守主義者はコレラが自由主義者による陰謀だという噂を流しこれに共鳴したインディをやめスティーソを動員したグアテマラ出身のホハノメスティーソのカウディージョホセラファエルカレーラが自由主義政府に対して反乱を起こしたこの内戦によって 連邦の崩壊が始まった。1838年11月5日に、ホンジュラスが連邦から分離したことで崩壊が決定的になった。1839年2月に、モラさんが大統領を辞任すると、後継大統領は選出されず、残った後世国5つのうち4つが1840年までに独立を宣言した。中央アメリカ連邦共和国の公式の終焉は、 1841年2月にエルサルバドルが独立を宣言した時である。その後、19世紀を通じ、様々な再統合の努力がなされたが、どれも皆持続しなかった。各共和国が独立した後はエルサルバドルが中心となって再統合を図り、最初の再統合の試みは、1842年に全連邦大統領、 フランシスコ・モラさんによって行われた。しかしモラさんは直ちに捕らえられ処刑された。この試みは1844年まで続いた。二度目の再統合の試みは、1852年の10月から11月まで、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアによる連邦の結成を目指して行われた。1880年代には、グアテマラの大統領が軍事力によって、 再統合を行おうとしたが、その最中に殺害された。三番目は1893年に就任したニカラグアの大統領が行おうとしたが、これも失敗した。四番目の再統合は、1896年から1898年まで続き、これは、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバードルによる中央アメリカ大共和国。 ラプーブリーカメイヤーでセントロアメリカの結成であった。最後の試みは20世紀初頭、1921年から1922年にかけて行われた。これはエルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラスによる連邦の結成であった。この時は再統合の試みの中で唯一各構成国からの代表による連邦大統領の選挙が行われるまでに至った。 しかし、崩壊後もこの地域の一体感は強く、1960年には他の域内統合の動きに先駆けて、中米統合機構が発足するなど、現在も統合の動きは強い。1821年の独立から1839年の連邦共和国崩壊までの統治者、政治指導者を以下の表にて示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。